し、コメント見えるかなテロップ書きますこんばんはえ、これバグってるやっぱりなんかおかしいんだけど再会にしかならなくてこれ合ってるかなおかしくないですか おかしくないないんかさっきと同じ感じなんだけどオッケー1 9時32分になったら更新します分かったということでえねえさっきの続きになってるよねなんでだろうということでこんばんはえこれさっきの続きになってるよねえどうすればいいの直せないのかな はい、ということでえいいですか皆さん始めちゃって OK33 分間に一回切りますでも一旦待ってねということでキャッチフレーズしていこうと思いますいきます福井県といえばかに恐竜はいひゆかありがとうございますなんと私坂川ひゆかメイドに なってしまいました。<laughs> メイドになっちゃいました。8083ハートありがとうございます。もえもえキュンありがとうございます。なんとメイドになりました。イエーイ。<laughs> 皆さんは何に着替えると思ってたかなわかんないけど、実は私は、おかえりなさいませご主人様。 皆さん今日は私のために来てくれてありがとうございます。今日はゆっくり休んでいってください。ということで今日はメイドで最後やらせていただこうと思います。これはねずっと前に前のハロウィンできたメイドでございます。この黒いのはヒートテックなのであの許してください。ということで最終枠はメイドになって。 皆さんそしてご主人様をえー、幸せにしますいや結婚かっていう話なんですけれどもはいということで最後の配信はメイド服でしたー皆さん当たってたかなへへへどうだろうそうなんとメイドしてみました <laughs> いい感じ予想してなかった本当嘘予想されてるかなと思ったんだけどそう最初ねエプロンにするって言ってたんだけどまあほぼこれもエプロンということなので許してください。<laughs> 星を投げる手が止まらないよだってよかったよかったありがとうございます。そうということで今日、まあ、最後の配信はあの今日今回の。 ショールールム選抜の振り返りと私の得意料理を皆さんにお見せしようと思ってるので最後までよかったら見ていってほしいななんて思ってまーす、はい、<laughs> じゃあ今日は一旦この「ショールーム配信」「ショールーム選抜」「お料理選抜」の振り返りをしようと思いますさあ5日間お料理選抜をしてきましていやーすごく ありがとうございいました楽したた楽かったですはい、あのー、私最初にもお話ししましたが料理ができないと本当に料理したことがないしできる気もしないっていう話でしたがまあなんとかねツイッターにちょこちょこ毎日あげて、まあ、まずへしこ福井のへしこから始まりましてへしこ油揚げへしこペペロンチーノホットドッグと様々ま来ましてはいでも全部ね本当に 私でもできるので料理まあ料理まあ簡単にできる料理だったんですけれども包丁全部使わないしそうすごいたくさん料理をする機会になりましたそうでまずんで参加しようかと思ったかっていうともちろんそれは選抜にカップリングの選抜に入りたいっていうのもありますが私自身料理が苦手なんですけどもちょっとでもね女子力を磨きたいと。 えー、将来のためにもよ私は料理ができるようになりたいということでしてねはいなのでちょっと参加させていただきましたあとはやっぱり皆さんに何かプレゼントしたいというか嬉しいお知らせを皆さんにしたいなって思っていてあの一、ー、回ね武道館でセンターをさせていただいたんですけれどもカップリング曲ででその時の嬉しさと自分の嬉しさもありますが ファンの方の喜びがすごい大きかったんですね。そうで私がセンター決まってからすごいたくさんの方が喜んでくださってやっとなんかちょっとでもねいつもの恩返しができたかなって思ったんです。そうだから私も今回のショールーム選抜またカップリングの選抜になって皆さんをギュッとギュッとギュッと 抱きしめてあげたいしそして皆さんを喜ばせたいもう一度皆さんにね喜んでいただきたいというね思いを込めはいさせていただいております8は8さん誰もありがとうございますそう皆さんにやっぱり嬉しいお知らせをしたいそう皆さんやっぱり嬉しいお知らせって嬉しいですよね私も皆さんが喜んでくれるとすごい嬉しいんですよだから 私は皆さんを喜ばせたいという気持ちで今回はショールーム選抜に参加させていただいております。皆さんありがとうございます。はい。でも全然あのね、今まで5日間配信してきましたが、もう一日一日がすごい楽しくって、ショールーム配信、もう私のね、テンションに皆さんついてきてくださって、私の謎テンションについてきてくださって皆さんありがとうございました。でも本当に、 一日一日充実してて終わった後にあもう終わっちゃったとかまた明日も頑張ろうっていうそのプラスの気持ちばっかりだったので今回すごいこちらこそ皆さんありがとうございます参加してくれてありがとうって来てるけど来てるけどこちらこそ皆さんにたくさん励まされてはいありがとうございますサブチャンさんレインボースターありがとうございますはいそう皆さんに嬉しいお知らせをしたいなと思って今回参加しましたでも全然 悔いはないです。はい。今日までですか？今日までです。今日の20時までなんですけど、はいありがとうございます。ぜひ応援よろしくお願いします。そう。まだ終わらないけど、まだ終わらないよ。まだ諦めてないけど、でもどんな結果でも私は悔いはない。でもすごい皆さんのおかげで超楽しい5日間でした。はい。 ありがとうございます皆さん。マジでモエモエキュンです皆さんに。モエモエキュンです。<laughs> 萌え萌えです <laughs> はい。どういうどういうのがいいのかな。<laughs> そう今日はメイドしてるのよ。 最後の配信だからなんかいつもねいつもの配信とちょっと変わり映えないなと思ったの今までの配信がなんか最後だからしたいなと思ってメイドがあるじゃんメイドといれば言えばお料理とかご主人様っていう感じだから最後はメイドでいこうかと思ってメイドにしてみましたどうですか今日ハーフツインしてたからなんかちょっといい感じにちょうどいい感じ <laughs> はい、でなんかねそうツイッターに毎日毎朝更新してたんだけど仲いい友達高校の仲いい友達が見てくれてて「そう今日はあれだったね」みたいな「今日はへシコペペ,ペ,ペペロンチーノだったね」って言われて「なんで知ってんねん」って言ったら「毎日見てますからね」って言われました「ありがとうございます」「リアル JK メイド最高っす!」 ありがとうございます <laughs> 最高ですかならよかったです俺の昔の彼女に似てる気まずい気まずいんだけどブーフォン99さんタコありがとうございますありがとうございますそう友達見てくれてるんです頑張ってねって言ってくれましたありがとう友達 頑張ります。料理するの楽しくなってきた。あ、ジェイさんとかありがとうございます。料理するのね楽しくなってきた。あと逆に言えばもっとなんか難しいと思ってたの。それこそペシコを焼くだけなのもうさペペロンチーノとかもさ全部難しいと思ってたの。工程が多いしあ大変だろうなと思ってたけど。 包丁いらずでこんだけでもできるししかも全部美味しかったから料理は意外とやればできるのかなと思ったやらないだけでそうやればもしかしたら私もできるんじゃないかななんて思いましただからもっとこれから率先して料理を作っていけたいないけたらないきたいななんて思ってますで最終目標がお弁当作りなんですけどできそうな気がしてきた早起きができればの話だけど <laughs> <laughs> 早起きができればの話なんだけどまあ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 できるだろうということでまあできるだろうということでまあできれば全然多分ねできると思います頑張る目標達成できますように天橋締めさんレインボーさんありがとうございます頑張れありがとうございます頑張るカプレーさんタコありがとうございます さんハートありがとうございますそうお母さんのありがたみも感じましたね改めてそうすごい嬉しいひゆかちゃん得意料理とかあるのかな実はあるのでこのあとあの作りますね皆さんの前で皆さんの前でちょっと得意料理をちょっと作ろうかなって思ってるので是非見ててください最後まで <laughs> でも、一旦ね、三十二分で切ったら、もう一回なんかいい感じになるらしいので、三十二分に一回切ります。でも、一回すぐピュッと始めますので、一旦また待っててね。そう、料理作っちゃうよ。<laughs> じゃあ、あランキングはさ、読まなくていいってこと、このランキングは読んだ方がいいのかな、これも。あー、今だとランキングも前になってるのね。 なるほどじゃあ読まなくていいのかな前のってことはそのままどうなんだろう分かんないけど初見です初見さんありがとうございますこれラスト配信ですじゃあこの配信はいいかな一旦あ本当ギフト文変わってるかもだから読んどいたら変わってるかなちょっと私の覚えてる限りで 探してみます。どうだろう。変わってるかな。あ、若干変わってるかも。じゃあ読みます。十三位わらわらわらさんあとトマークエもありがとうございます。また見てください。十二マコトさんありがとうございます。また見てください。十一位柿久けこさんありがとうございます。また見てください。 10位、でアリンチョさんありがとうございます。また見てください。9位、ユうキくんありがとうございます。また見てください。8位、ミネマルさんありがとうございます。また見てください。7位、カプレさんありがとうございます。また見てください。おっ、30分。6位、キ色ロポテトさんありがとうございます。また見てください。5位、ヒュアッパさんありがとうございます。また見てください。4位、ブッフォンキュキューさんありがとうございます。また見てください。 3位ミーャーライトさんありがとうございますまた見てください2位 GS なブなブさんありがとうございますまた見てくださいそして1位はサブちゃんアットマーク光夢かわいいヒューカありがとうございますまた入れなかった <laughs> 見てくださーいはいということでじゃあ32分かな32分あゆうゆうさんかわいいありがとうございます 三十二分で切ったほうがいいのかな。よいしょよいしょ。ほんほんおよいしょあ、三十一分で切ればいいのかな。あ、三十二分のほうがいいか。じゃ、三十二分に一旦切るので、皆さんまた会いに来てくださいね。絶対約束ですそのままいてくださいね。 今日はメイドですまた次次一瞬切ってまた来たらなんと得意料理を作っていますのでぜひ来てください皆さんさあラストスパート頑張りましょう <laughs> おメイドヒューカーをスクショして拡散すればいっぱい人が来てくれるよ感じゃあ皆さん拡散してくださいはいチーズ <laughs> ひひはいってことで拡散してください皆さんぜひ <laughs> はいということでじゃあそろそろ一旦切りますねもうすぐ戻ってくるから待っててねじゃあまたねじゃあね <laughs> ありがとうございましたまたね 待ってね、あ、ゆうきくんレインボースターめっちゃありがとうめっちゃありがとうありがとうございますいやーすごいすごいすごい皆さんえ待ってこれさちょちょちょっと待って皆さんすごいちょっと待って追いつけないんだけどちょっと待って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 えちょっと待ってちょっ,と待って一旦名前だけ書か,書かせて ちょ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。え、ありがとうございます。待ってくださいね。すごい、こんな感じになるのちょっと待って。名前だけ書かせて。えー、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、ありがとうございます。皆さん。すいません。ありがとうございます。ちょっとお名前だけ一旦、後からまた後々、ゆっくりサイン書かせてください。 サインというかあのイラストを書かせてください。ありがとうございます。皆さん、たけるさん、ハートありがとうございます。ちょっと名前だけ書かせていただきました。安心してね。はい、ということで、なんと私、今、ナウメイドでございます。皆さん、来てくれてありがとうございます。これがラスト枠になりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ではでは、あ今ちょっとね、5分間も、あのー、ミラボタイムということで、じゃあ早速、このノリノリな感じで。 私の得意料理を皆さんにお見せしようと思います。まず得意料理、お見せしますよ。じゃあじゃあじゃーん。なんと私、おにぎりが得意料理なのです。私、おにぎり握るの超上手なんですよ。なので今回はご主人様にこのハートのおにぎりを 握ろうと思うんですけど、一緒に握ってくれますかね。<laughs> 一緒に握ってくれますか。ありがとうございます。一緒に握ろうよ、握るよっていうお声が聞こえましたので。八丸八さん、八丸八さん、ありがとうございます。ゆうゆうさん、かまい,いありがとうございます。では、一緒に愛を込めて握らせていただきます。 ではいきますよせーのキュッ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 愛をキュッ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 キュもっともっと愛を込めますいつもありがとうございます本当に感謝しております いつも私はえいとの皆さんに恵まれて幸せですえー、今日は皆さんお集まりいただきありがとうございます今日は私メイドでいらしトをいておりますございます今ラブを仕込んでおりますこの隠し味塩とかは使っておりませんラブだけこもっております <laughs> よしということで ハートがちょっと若干大きくなったような気がします。でもまだまだ足りません。愛を込めて皆さんに、キュッキュッ。キュッキュッ。キュッキュッ。あ、名前書いてきますね、皆さん。皆さんに愛を込めて、キュッキュッ。皆さん大好きです。キュッキュッ。 ああよいしょああよいしょあ,あよいしょ,ああよいしょああおにぎり握っていくよはい握握にぎにぎあにぎにぎにぎはいはいはい見て変わったえ変わってないですよ皆さん幻覚ですよ今のは幻覚ですサブチャンさんレインボーさんありがとうございますキュッ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  よーしみなさんに愛がこもったかなでもなんかもうちょっと足りない気がします。ということで最後にこのおにぎりに思いを込めさせていただこうと思います。ではみなさんいきますよ。いいですかいきます。もえもえキュン 美味しくなりますようにあははは萌え萌え球をチューンさ注入させていただきましたこれできっと美味しくなったと思いますラブを注入させていただきましたはいということでじゃあ私がこちらのラブがこもったおにぎりぜひ皆さんにプレゼントしたいご主人様にあげたいんですけれども じゃあ一旦スクショタイムいきます。で上揚げてる感じで。んうん。でめくった方がいいか。めくってのりが破けないことをお祈りします。あちょっとちょっと割れてるけど気にしないでください。<laughs> ということでおっきいおむすび。 ラブがこもってますはいチーズご主人様食べてください<笑><笑>ラブラブ <laughs> はいではご主人様 あ、うん、ついついお腹が空いてて食べてしまいましたすいませんということで、ね。 あのご主人様の分は私が全力で味わって食べさせていただきます。いただきますってか皆さんちなみに気づいてくださった方いらっしゃるか分かんないんですけどこのハートさっきの配信でちょっと見覚えないですかこの黒いハート。なんかさっきの配信で見覚えありませんか のなんと服の袖についてたハートがなんとよん飛んできてここについたっぽいですなるほど天使の世界ではそういうこともあるんですよハートがこうやって勝手にくっついちゃったりもするんです中身は昆布ちなみに美味しいですうーんミラーボール ありがとうございますハートが割れてるけど私の皆さんへの思いは一生ありませんおにぎり食べながらミラーボールなんかすごいギャップうまっやっぱ愛がこもってますわもえもえキュンした甲斐がありました皆さんに伝わったかな うんやばっうん歯にのりついてないから心配あこちらはお茶なんですけれどもこのコップなんと私のイニシャルが入ってます手作りしましたうん。 岩瀬さんハートありがとうございますうーん美味しかった一旦ごちそうさま残りは皆さんの胃の中に届けとくねはいということであのー、私の得意料理おにぎりかっこハートがあったのおにぎりを握らせていただきました ありがとうございます今もミラーボールが続いてるありがとうございます武蔵さんだったかなミラーボールありがとうおお <laughs> はいということで皆さんどうでしたか私のメイドはい結構 結構やりきりましたよ私ハートどうでしたうまかったメイドさんってこんな感じかなって思ってやってみましたでもメイドさんってほんと可愛い,いよね皆さん今日じゃご主人様今日は来てくれてありがとうございますえー、今日で配信は終わってしまいますが <laughs> でも天使会ではいつでもご主人様お待ちしてますので ぜひ、いつでも遊びに来てくださいね。はい。雇 <laughs> いたいです。お、ぜひ雇ってください。料理ができなくてもいいのなら。でも頑張って料理するし、毎日おにぎり握ってあげますから、愛情を込めて。ぜひ雇ってください。<laughs> おにぎりだっけはうまいよ、本当に。その、もう毎回握るたびにね。 あのラブを込めてますから、そうすごいカッチカチになりますけど、それでもいいなら雇ってください。<laughs> はい、そう。今回のね。そのショールーム配信ですごい初見さんが増えまして。ありがとうございます。あ。ありがとうございます。タワーありがとうございます。ちょっとまたお名前だけ書かせていただきます。大輔さん、ありがとう。く、またはまた後々書きますね。ありがとうございます。 ありがくまたはそうあの今回は職見さんがすごいたくさんいらしてくださっ <laughs> いらっしゃってくださって来てくださってそうすごい嬉しいですやっとなんか見つけましたとかそうすごい嬉しいお言葉をいただきますゆきこさんレインボースターありがとうございますきのポテトさんのレインボースターありがとうございますミーティアライトさんハートありがとうございます ねえ嬉しいそうイベントをやるとやっぱり初めましての方,を来てくだ方が来てくださってすごい嬉しいです。ありがとうございます皆さん。これからこの配信で気になったよって方はまたこれからの配信でも来てくれたら嬉しいですしそれからもっとあの交流を増やしたらいいななんて思いますのでぜひ来てください。しょううあありりががととめちゃ可愛いいありがとうござまますまた 可愛いいい,いありがとうまた書きますねお名前だけ今まいったありがとうございますありがとうえっ何なに最近ツイッターの tl で流れてきて気になってます <laughs> tl 流れてきましたもっと気になってくださいぜひフォローお願いしますフロストさんレインボースターありがとうございますわた、ま、くさんありがとうございます 初コメです可愛い,いありがとうございますすごい嬉しい新しい方がファンになってくださるのももともとあのー、ずっと応援してくださってるファンの方々がたくさん応援してくださるのも本当にすべてすべてが嬉しい幸せですありがとうございますあっヤホーさんくまたありがとうございます一旦お名前だけ書かせていただきますありがとうテリー P さんだるまありがとうございますありがとう 皆さん本当にありがとう。サブチャンさんタコありがとうございます。ありがとう皆さん本当にありがとう。そうなのでぜひね私は今回気になったよって方は SNS 各 SNSTikTok もやってますしインスタもやってますので Twitter もやってますし755もやってますしプラメも撮ってますのでんプラメも送ってますのでぜひいろんなところで私との交流を増やしてくれたら嬉しいです。 ヤックンさん、レインボースターありがとうございます。HKT ミクリンさん、チームメイト、レート、徳永レミ、大好きさん、レインボースター、ありがとうございます。マコトさん,とま誠さん、クマ、ありがとうございます。マコトさん、ありがとうございます。クマを、かわいいクマ、ありがとうございます。ライムさん、クマ、ありがとうございます。クマ、 ありがとうございます。はちまるはちさん、ハートありがとうございます。隆信さん、レインボースターありがとうございます。なおちゃんです。レインボースターありがとうございます。ウォーターさん、ハートありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。はい、今日はメイドで、これが最終枠となります。<laughs> 皆さんに、いつもの感謝が届いたのは、私は大満足でございます。 今回はたくさん応援してくださって皆さんありがとうございます。あと少しですが。頑張りましょう。ありがとうございます。皆さん。嬉しい。えへメカはですな。おありがとうございます。そう、ごめんなさい。学校、土日とかだったら絶対もっと配信できたんですけども、土日も仕事がちょっと入ってて、 ででもこんなのいいわけです全然いいわけなんですけどもっと配信できたら皆さんとのねもっとできたかなとは思います正直でもはいありがとうございます <laughs> はい <laughs> でもねこんな 忙しかったのにすごい皆さんがだって今10位ですよで次9位に上がれるんですけども10位ってすごいよよ結結構結構といいかかなりすごいよいやーそんな忙しい中で皆さんも多分時間のお都合とかあったと思うんですけれども本当にありがとうございます <laughs> さん。えっ 一日でひゆかちゃんとのレベルにあ上がりました。ありがとうございます。すごい嬉しい皆さん。ちょっとおにぎり食べていい栄養をつけさせてください。<laughs> うんうんうん。うん。楽しくぞううん。 残り,10分残り10分でございます。皆さんありがとうございます。おいしい残り10分。あええちょっと待ってえ待って待ってえちょっと待って待って待ってえっ待,って待って待って。 待って待って待ってこんええ待って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 えちょっと待って待ってええ待って,待って今何個来たちょっと待って追いつけなかったんだけどえ ?10 本来たよねえ ?10×10 10来たよね今ええー 勝負にかけてくれたんだよね取っといてくれたんだよねありがとういやーびっくりしちゃうええー、ありがとうございますなんか泣けてきちゃう <laughs> ありがとうございます <laughs> えー嬉しい <laughs> えー嬉しい ありがとうございます。<laughs> ええー、嬉しい、びっくりっちゃう。<laughs> ええー、嬉しい。ありがとうございます。<laughs> 嬉しいな、これ悲しくない、全然。嬉しい。ありがとうございます、本当に。 ねえびっくりしちゃったありがとう <laughs> ありがとうございますえ <laughs> ありがとう皆さんありがとうすごい嬉しい <laughs> ありがとうございますライムさんもありがとう ありがとうございます皆さん感動感動感謝感謝ありがとう嬉しいありがとうございます、はあ、ラスト8分だけどありがとうございますちょっと待って鼻が真っ赤っかなんだけどなんかもうトナカイ サンタ来ちゃうんじゃないって感じなんだけどありがとうございます嬉しいありがとうございます皆さん感激感涙。すごい本当にえ友、ー、の皆さんは優しいのでありがとうございますすごい嬉しい最後の最後まで嬉しくしてくださってありがとうございます 幸せ私はもう皆さんにラブ注入したけど私が注入されてますありがとうございますありがとうございます幸せですありがとう <laughs> ありがとうございます皆さんまたお名前書かせてくださいぜひ今一旦メモっておきますね ありがとうございます本当に感感謝感謝すごい。ありがとうございます。もう感謝しか言えないよ。なんかしっかりしたこと言いたいな。<laughs> しっかりしたこと言いたいな。う <laughs> ん。えー。楽しい日日々です。<laughs> 楽しい。本当に。 いい5日間でしたありがとうございます。あともうちょっとだけどすごい嬉しかったです皆さん。ありがとう。どうかな愛は皆さんに伝わったかなこの配信で。わからないけど。ありがとうございます。伝わった本当よかった。

びっくりなんだけど、え待って数え切れないよ。ちょっと待って。え何個来た？十個来た？え待って十個？え何個？えちょっと待って。ちょっと待っていた。ちょっと待ってえ？今何個来てる？え待って？えー、ええー、え。<laughs> ええー、数えれないんだけど誰か助けて数えー、ちょっと待って待って待って皆さん待って待って待ってえー、ええー、ありがとうございますえー、えー、今何本来たの三十本来たの えちょ,ちょっと待って。ってことえー、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとう。うん。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。たくさんたくさん。ありがとう。えー、ありがとうございます。皆さんタワー。 本当にありがとう皆さんのおかげですごい感動しちゃう嬉しいありがとうございますありがとうすごいもう感謝皆さんにはハートしか送れませんもうハートいいゃんも送れるけど 本当に大好き。みなさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうあ。ありがとうございます。すごい。すごい。最後の追い上げがすごい。ありがとうございます。すごい。みなさん、ありがとうございます。もう、すごい。 この5日間ですごいものをたくさんたくさん皆さんに見せていただきましたありがとうございます <laughs> 感謝感謝本当にたくさんありがとううんうんうんありがとうございます残り2分だけどえー、っとな何を伝えよう何を伝えようえっと本当に 改めて皆さんありがとうございます。えっともう本当にこんなことになるなんて私自身も想像してなくてすごいびっくりしてるしすごい感動しております。えー本当に皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。こちらこそ。もうすごいいい思い出です。ありがとうございます。はい。ありがとう皆さん。本当にありがとう。 ね、本当に皆さんのありがたさを改めて感じました。毎度、毎度配信で会いに来てくださって、毎日配信を見てくださって、ありがとうございます。私も配信しがいがもうありました。ありまくりでした。はい。ずっとずっと、あの、一番意味わかんないテンションだったのは、皆さんがたくさん愛を届けてくれたからですし、本当にありがとうございます。 こちらこそ本当にありがとう。お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。皆さんも。ありがとうございました。そう。感動しちゃって泣いてしまいましたが。ありがとうございました。はい。皆さんもぜひゆっくり休んでください。五日間。お疲れ様でした。皆さん。ありがとう。あと、1分かな。 ありがとうございます本当にありがとうはい、ということで皆さんお疲れ様でした <laughs> ありがとうございましたお疲れ様でしたありがとうございますありがとうございましたえー、もう本当に、びっくりびっくりありがとうございますすごい もうすごいよ、皆さんは。どんだけ私をびっくりさせるわけえね、こ今回は自動で切れないみたいなので、このまま続けて、ちょっとランキングだけ読んで、またお礼配信でちょっと今日、タワあげてくださった方、はい。あの、ええー、ですね。あの、書きます。イラストとか。ぜひ、またお礼配信も見ていただけたらなと思います。では、本当に改めて、 えー、5日間ありがとうございましたすごい思い出いっぱいの5日間になりましたはいえー、えー、っとはい幸せでしたとにかくもう本当にはい <laughs> すごい嬉しかった本当に皆さんの日頃のありがたみを目に見て感じましたありがとうございます鼻水が止まりません <laughs> 鼻水が止まらないんだけどそうそうなんかそうなんかうん <laughs> またちょっと 今はあまり思考が回らないので、ちょっとこの辺にしとくんですけど、またお礼配信で話させてください。いろいろ感想とかは。はい。アイドルは鼻水出ない。そうだったそう静水がごめんなさい <laughs> はい、じゃあ、この辺で一旦ランキングを読させ読させていただこうと思います。では、ランキング読んでいくよ。 ではいきます。十三位クレアさんありがとうございます。また見てください。十二位ヤッホーさんありがとうございます。また見てください。十一位大助さんアットマークひゆかちゃんとエイトモのなんだろう。<laughs> エイトモの絆かな。 なんなんだろう。読めない。なった？気になるなえ、なんだろう。絆？か。ありがとうございます。絆、ま。ありがとうございます。また見てください。続いて順位初波さんありがとうございます。また見てください。 9位 GS さん、アットマーク毎日、はい、放課後配信お疲れ様ありがとうございます。皆さんもお疲れ様です。また見てください。8位サブちゃんさん、アットマーク光夢かわいいひゆか、ありがとうございます。また見てください。7位ショーくアットマーク仕事中、もえもえキュンかな。ありがとう、もえもえキュン。もう今、ちゃんとメイドなので。ありがとうございます。また見てください。 6位ブンフォン99さんありがとうございますまた見てください5位サッターさんありがとうございますまた見てください4位竹蔵さんありがとうございますまた見てください3位ライムさんありがとうございますまた見てください2位マコトさんありがとうございますまた見てくださいそして1位はゆうきくんあつまっくもやし美味しいえー もやし美味しいらしいありがとうゆうきくん最後たくさんありがとうございますすごいもう感動ですありがとうまた見てくださいそしてゆっくり皆さん休んでください本当に5日間ありがとうございましたそしてラッキーカニカニいきます228083ありがとうございますまた見てください さあ、目つぶって次、は。四十二、ノさん。ありがとうございます。また、見てくださーい。はい、ということで、皆さん本当に今日はありがとうございました。そして五日間。本当に皆さんありがとうございました。ええー、本当に、あの、すごい、すごい幸せな五日間でした。もう皆さんとたくさん思い出も作れましたし、そして私自身も料理を。 し始めて少しずつ成長できたかななんて思っております。えー、またあのお礼配信もしますのでそちらをぜひ待っていてくれたらなと思います。改めて今日は本当に本当に皆さんありがとうございました。本当にえいともの皆さんが大好きです。今回の配信で気になってくださった方、そしていつも応援してくださってる方、本当にありがとうございます。これからもぜひ応援をしてくれたら嬉しいなと思います。では、 今日はこの辺でドローンさせていただきます。皆さん本当にありがとうございました。本当にゆっくり休んでね。皆さんもお仕事お疲れ様でした。ではまたね。<laughs> ドローンします。ではまたねお疲れ様でした。ありがとうございました。またね。ありがとう。<laughs> ありがとう。ありがとうございます。 またねーありがとうございました。